穂積雄也の回復術師への道。この番組は現在放送中のテレビアニメ回復術のやり直し、ケアルケアルが役穂積雄也が回復術師を目指すためにヒールにちなんだチャレンジをしていく番組でございます。今回3回目でございます。さあ今回もね、この方にお付き合いいただきます。皆さん、またやってまいりました。フレアフレイヤー役の渋谷彩乃です。よろしくお願いします。なんでそんな、なんですか。大人らしさ今前回の記憶消えました。やっぱ前回の自分とは違う新しい私を見せていこうかな。早い視聴者がついていけてないんだ俺もついていけてないんだついてきてくださいよ、はい、今日もね、あの2人でやっていきたいと思います、はい、さあアニメの方ですけれども、うん、早いところでは8話まで放送されております。もう8話ですか。なんかアフレコの時にもう8話かって思うぐらいのテンポ感でね、うん、進んで確かにいきましたけれども、まあ、ついにね、イブも登場して、そう、イブが本当に来てくれてありがたい。ゴミ役っすよね。そうなんですよ。だからもうボケしかいなかったんですよね。総ボケみたいなパーティーでやってて、そうそう、だからセツナとフレイヤーでダブルボケで笑い飯っていう風に呼んでたんですけど私たちの間では笑い飯さんはツッコミもできるから笑い飯さんすみません、本当に見てたらツッコミもできるから。でも、ね、笑い飯さん見てない見てない見てないトリジンしないから誰もトリジンしないから博物館やらない、まあね、やらないからもうあれですけど、はい、さあクライマックスに向けてどんどん盛り上がっていきます。皆さんどうぞ続きもお楽しみに。楽しみに。さあそれでは今回のチャレンジやっていきましょう、はい、僕たちがチャレンジするヒールはこちら、ヒール今回改良のヒールでございます、はい、文章を改良せよ。有名な文章や言葉を書き換えていくチャレンジでございます。そしてどちらの改良が良かったかスタッフさんに判定してもらいたいと思います、はい、改良する文章は3つ、勝ち越した人がご褒美もらえますと、負けた方は罰ゲーム。これどっちかがどっちかっていう新しいパターンでございますよ。バチバチなんで。それではやっていきましょう、はい、ではまず最初のお題はこちら、因果応報。因果応報、四字熟語ですね。因果応報を改良する。なるほど。いや結構難しいの来たな、思ったより。回復術師っぽいです、確かに。あ、全然出てこない。俺これ漢字書けないんですけど、いいですか、はい、書けました。はい、あ、じゃあ見えちゃう。いきます。では因果応報、改良のヒールを使うとこうなります。せーの、はい、僕、反復横跳び。反復の服が書けていません。鳥間違う、上出てる。鳥間違う、あれですか、あの足の方ですか。あ、そうだよ。あ、あっちはちょっと書けないですね。あの跳躍の跳の方で、はい、どちらはどうですか。これ焼肉定食です。もうよ、え、ちょっと意味教えてほしいですね。焼肉の定食は美味しいですねという意味です。はぁプレゼン弱いやだって反復横跳びもよくわかんないですよ。因果応報でしょ。いいことしたらいいことで返ってくる、悪いことしたら、ま、待ってください。四字熟語って4つの漢字からできてる言葉のことですよね。服って書けばいいでしょ後ろ見ている、後ろ。いやもうだからさあーあーって言ってずるいですよね。四字熟語になりました反復横跳び、なんかこれに負けるのは嫌だな。飛ぶっていうのはだから、あの、かける方の飛ぶじゃなくて、もう飛ぶことによって遠いところまで行ったものもちゃんと自分の元に帰ってくるよっていう。いやでも飛んだらちょっと戻りすぎちゃう。さあ判定の方行きましょうかさあ判定は焼肉定食、焼肉定食美味しいですよ。ダン、ホズミ。おい当たり前っすよね。いや美味しいでしょ、焼肉大好きです。誰か連れてってください。おめえ何言ってんの、考える時間がちょっと短かったかな。じゃあ次も頑張ってください、はい、頑張ります。次のお題はこちらです、ね、夏草や強者どもが夢の後。どういう意味なんでしょうねこれね。誰、松尾芭蕉ですかこれ。あ、松尾芭蕉ですね。それしか知らないでしょう。はい、そうですよ。どうですか、なんかいいの浮かびました。いやもう超いいですよ、これ絶対勝てるな。最高、これ絶対勝てる。いきます。じゃあ、夏草や強者どもが夢の後、こちらを改良するとこちらになります。せーの、ボン。はい、ちょっと待ってもらってあんた俳句知らないか。いや知らない、これ咳をしても一人っていうね、有名な俳句ですよ。え、それさ別の俳句にしたら松尾芭蕉ってどうなんの。いや咳をしても一人が好きなので、それを意味教えてもらっていいですか。寂しいってことですよ、寂しいって。おめえずっと説明見てたからじゃあ僕行きますか。
ハロウィンははしゃげてるけど道路だよ。あみんなハロウィンの時さ、すげえはしゃぐじゃん。イエーイってはしゃぐじゃん。いや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 、道路だよ。もう今のこの世の中にちゃんとなんか一石を投じるいい俳句になってんじゃないですかね。はしゃげてるけど、これ字余りですけど、あのハロウィン字余りですけどね。あの俳句はやっぱあの夏の句なので、これは秋の句じゃないですか。だからやっぱちょっとそこは夏を秋に改良のヒールさせてもらいました。いやいや、それは違うな。なんでかっていうと、僕は夏より秋が好きだから。うん、別にかっこよくないぞそうだろ、まあでもちょっと確かにうまいな、うまいなあ、もうね、スタッフ判定なんていらないですねはい、ホズミの勝ちですあいいですよね、これ咳をしても一人。シリアさん、もう弱いいや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 、あ、そう、2勝したから俺勝ち越しか。違いますよね、最後は100億点って決まってるんですよ。まあいいですよ。イエーイ、最後だけ、最後だけじゃないや。俺渋谷さんのこと渋谷さんって呼びたいのにさ、変すぎておめえって言っちゃったひどい、ダメですよね。マイナスですよ、マイナス100億点ですよ。だってずっと何言ってんだよってなるんですね。いいじゃないですか、めっちゃおしゃれですよね。最後のお題いきましょう、はい、こちらです。と飼い犬に手を噛まれる。おー、まあ、これね、これはさすがに俺も知ってますよ。ちょっとね、なぞらえようとしたら、うん、こう書いてほしいんでしょっていうのありますけど、うん、あ、な、面白い方で行こうとしてますか。違う違う違う、面白い方で行こうとしてない。違うのよ。なるほどね、面白い方で書いてくれるのか。違うの違うの、俺はね、ちゃんとやろうかな。面白い方は渋谷さんが担当してくれるから。違う違う、そうじゃ、僕は頑張ろう、普通に。同じボケツ掘ったわ。頑張ろう。面白いのは無理なんだよな。難しいな、俺今ね、いいのが出てこないな。私もできましたよ。はい、書けました。はい、まあ俺やっぱ作品愛すごいんで、あ、さあ、改良に手を噛まれる。改良のヒールを使うとこうなります。せーの、ドン。はい、穂積にはいつも手を噛まれる。うん、いつも穂積くんとは仲良くしたいなって思ってるんですけど、はい、いつも手を噛まれてますっていうこと。噛んでもねえし可愛がられてもねえし、うん、可愛がってますよ。ですけど、まあ、僕はね、やっぱケアルなんで、リンゴで歯が折れる、もう当たり前ですね。もうね、もうリンゴ頑張って育てたのに、俺さ、お前のこと頑張って育てたよなっつって、おいしいってやったらここに歯が刺さってるみたいなね。リンゴで歯が折れる。でも確かに意味は通じてるの。意味は通じてるいやいや、てかもうね、納得しちゃダメなんですよ。いやいや、そうなんだよな、確かに。はい、もう分かった。でも違うんです、違う。じゃあ100億2点と、はい、おめえ何言ってんすかね。はい、はい、ということで、勝者は僕でーす。つまんねー。まず僕にはご褒美があります。あ、そうだ、リンゴにちなんだご褒美ね。初回以来ですね、青森県産、アップルスナック。さあ、僕はご褒美をいただきました。もちろんね、罰ゲームもあります。渋谷さんの罰ゲームはもちろんフレアのお薬。うわーだー。特製ドリンクです。あの、言っときますけど、マジでこれまずいんですよ。しかも、なんか生ぬるいんすよね。そう、生ぬるいんですよ。冷たいと思ったら、あったかってなるんですよ。さあ、早速飲んでみましょう。はい、グイー。いきます。グイー、グイー、グイー、よし、バイ。うん、うん、うん。入っちゃダメですよ。飲み込んでください。あー、酸っぱい。マジで、あの、お父さんの靴下の味します。ごめん、お父さんごめん。マジでまずい。というわけで、穂積雄也の回復術師への道第3回、皆さんいかがでしたでしょうか。いや、おかしいですよね、勝敗がね。いや、おかしくない、勝ちでしたよね。もうだって終わった瞬間、ああ、あって結構うまいこと考えよくしようとしたのになって。いや、結構うまいなって思っちゃいます、正直。浮かばないって言ってましたよ。浮かばなかった正直でよろしい。さあ、2回にあたってゲストありがとうございましたね。まあね、この回復術師への道なんですけれども、次回が最終回ということで、まあ、アニメもね、最終回が近づいておりますけれども、まあ、渋谷さんここでお別れなので、ぜひね、見ている方に、まあ、アニメのね、今後の見どころであったり、なんかこういうとこ見てほしいですってところがあれば、ぜひ言っていただければと思います。はい、フレアとフレイヤのこと愛していただいていますか。いや、もうこれからもね、もうだんだんきっとかわいそうになってきちゃうのかな、フレイヤもフレアも。まあ、かわいいし、かわいそう。いや、フレイヤ的には幸せなんじゃないですか。幸せですね、みたいな。まあ、ハッピーエンドですよ、きっと。さあ、ね、ハッピーエンドですよね、まあ、きっと。ぜひ、こちらの最終回も、はい、アニメの最終回も楽しみにしていただければと思います、はい、ぜひお見逃しなく。それでは皆さん、最終回でお会いしましょう。お相手は KR KR が役、穂積雄也と、フレアフレイヤ役の渋谷綾乃でした。バイバーイ。